皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。親子でルックブックコーデをやっていくので参考にしていただけると嬉しいです。それではスタート。ワンルック目は紺色のフォーマルコーデですね。今も初めてのルックブックですごく楽しみにしてくれてました。今回しまむらの商品も多かったりするのでぜひ楽しんで見ていただけると嬉しいです。まずワンルック目はワンピーススタイルで島村のジャケットを羽織ります。まず私のシューズがZOZOタウンで購入したフラットシューズです。すごくシンプルなんですけど、このスクエアのね、この飾りがねすごくおしゃれで可愛いですし、足元がすごく綺麗に見えます。娘のシューズはザラキッズになります。これも、フォーマルのシューズになるんですけど、普段使いもできるようなすごくおしゃれなローファーになっているので可愛いです。こちらのバッグはしまむらで購入しました。かなり高見えするので、ちょっとお高めのお洋服と合わせても全然浮かないぐらい本当に素敵なバッグになってます。で今回は、クラッチバッグのように持ちたいなと思ってるので、ショルダー部分を外していきます。しまむらで購入したイヤカフになります。パールとゴールドがミックスされててエレガントさも出ますし、高見えするイヤカフになってます。めっちゃおすすめ。ひまわりのアクセサリーなんですけど、これはバースデーで買いました。このバースデーのパールのねカチューシャがすっごい可愛いなっていうのと、これつけると一気になんかこうフォーマル感出て可愛いですよね。ひまのお洋服なんですけど、ジャケットとワンピースは全部ザラになります。襟の部分にフリルがついているのと、厚手のお洋服になるのでかなり高級感のあるお洋服に見えます。ジャケットを着るのではなく羽織ることで肩幅と二の腕をカバーすることができます。ワンピースなんですけど、ネイビーのワンピースを選ぶことで引き締まって見えるのと、あとは、肩の部分ですねが肩落ちじゃなくパフスリーブスタイルのワンピースだと、どんな骨格の方でもスタイルがよく見えます。次は2ルック目になります。いきますよ。2ルック目はベージュコーデです。ベージュはね数年前から流行ってますし、ちょっとこうお祝い事の時もそうですけど、入学式には特にぴったりなんじゃないかなと思います。まずはシューズですね。ひまわりのから紹介していきます。ひまのシューズがザラキッズで買ったローファーなんですけど、ベージュなので普段使いがめちゃくちゃしやすいです。そして私はこちらフラットシューズなんですけど、肌の色と似たカラーを使うことで足長効果があり、足首もキュッとして引き締まって見えます。今回オールバックなので大きめのピアスをつけていきます。お花のピアスなんですけど、大きめではあるんですが質感や見た目がもうパールっぽい感じなので、かなりエレガントに見えて落ち着いて見えます。華やかさもあってねすごく素敵で小顔効果もあります。そしてこちら娘のヘアアクセサリーになるんですけど、こちらもゴールドとパールになってて、髪の毛のサイド部分につけるだけでおしゃれさ増しますし、そんなにこうヘアメイクを頑張らなくてもこのヘアアクセつけるだけですごく可愛らしくなります。先ほど紹介したバッグの色違いになります。なんかこう同じ種類でもショルダーの部分外したりつけたりするだけで雰囲気がかなり変わるので使い回ししやすいです。全身のコーデはこんな感じですね。ひまわりのこちらのセットアップはザラになります。中のインナーのシャツなんですけど、これはバースデーで購入しました。このギンガムチェックが可愛いですよね。ひまがポーズしてる、可愛い。
そして私のコーデはこんな感じです。オールベージュコーデというよりかは白を加えることでベージュの部分が引き締まって見えます。ゆとりがあるパンツを使うと足首の部分も細く見えるので、このパンツスタイルはすごくお気に入りです。3ルック目です。今回はブラックでいきたいと思います。ブラックコーデ、ブラックグレーコーデ、ひまわりさん頑張って着替えてますね。私も頑張って着替えます。お互いにチャック締め合いました。まずは靴からの紹介です。可愛らしいシューズになってるので、おしゃれして出かけたいなとか、ちょっとなんかこうレストランに行きたいなっていう時にも使えるような靴になってます。で、素材が柔らかいので靴ずれの心配もないので、長時間歩けるかなっていう感じですね。そして私の靴はこちらですね。で、真っ白っていうところがね、すごく清潔感もあって、足元も綺麗に見えるなというふうに思っています。次はピアスですね。髪の毛オールバックなので、ちょっと大きめのをつけてあげると小顔効果もありますし、ピアスもしっかりと見えるのでおしゃれ感もアップします。ヒマのヘアアクセになります。大きめのリボンになってるので、ハーフアップして止めてあげるだけで凝った感じのヘアになるから、そんなに髪の毛こだわらなくて もう本当に濃いヘアピンを使ってあげるだけですごく印象が変わります。そして今回のコーデに使っていくバッグがこちらです。全身コーデはこんな感じです。先ほど紹介した2ルック目の時に着ていたシャツです。そしてワンピースがザラキッズになります。私の全身はこんな感じです。ワンピースなんですけど、肩パッドが入っているワンピースを使うことで肩の部分がすっきりして見えるのですごく綺麗です。スカートの部分もプリーツスタイルにすることで歩いた時にすごく綺麗に見えますし、タイトスカートよりかは足がすっきりしておしゃれ感も増すので、プリーツスカートすごくおすすめです。はい、ということで今回はですね、親子で突入ルックブックをしていきました。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。